は同じね。で、今度表が1で取りますけども、プレパレーションは両手青のここね。で、1から上がっていくんですかね。で、ここから上がった時に顔とブラストが、2番から、アラセゴンからブラストがスタートなんです。この時に、ここの化学がしっかりと、肘の方に入って、こっち抜けないように。ここ抜けるともこっち縮まりますから、しっかりと化学を開いて、で、必ず1回転に対して腕のポジションが1番、1ポジションだから、最初アラセゴンから始めるから、このまま背中まで入ります。パッ。で、今度体が前に入ってくる時に、斜め下を通ってね、ホールドぐらいですからね、斜め下を通りながら、塩梅に入ってきて、足もできるだけ5番を意識して、パッ。このまま背中、パッ。斜め下を通って、急に作ってくるように、パッ。5番を通って、アンダー。このアンダーが速くなってくると忘れがちになるから気をつけて。背中そのまま、パッ。今度は、アンダー。あ、もうここまで来ると勢いついてますね。今度はこちらへ。いい、あので一回回って、背中の時はこのまま、いい、斜め上を通って、ここね、斜め上を通って表すの。パッ。いい、背中そのまま、斜め下を通って、あ、ば、いい、パッ。いい、斜め下通って、あんだば、パッ。いい、パッ。いい、斜め上を通って、い、あ、に入ってくる。この順番です。だからだんだんこれ速くなると、あとぐちゃぐちゃになってくるから、必ずブラストのポジションを。OK です。